皆さん、こんにちは。久しぶりに、ハヤブサをメンテナンスします。このハヤブサは、2000年の初期型ですが、2015年に中古で購入してから、早7年半が経ちました。購入時の走行距離は5万8000キロでした。今の走行距離はというと、8万1100キロです。購入してから2万3000キロ走りました。購入当初は頻繁に乗ってましたが、最近は他のバイクに乗ることが多いです。これでロングツーリングに行くこともないですね。それで、今回何をするかというとプラグを交換します。購入時に交換してもらっていたのですが、2万キロ超えたので交換します。このバイクでのプラグ交換は初めてなんです。まずは、ガソリンタンクをリフトアップします。シートを外してから、このボルト2本外せば、リフトアップできます。この突っかえ棒は、標準装備されています。ガソリンタンクをリフトアップさせれば、エアクリーナーやスロットルボディ、プラグ等にアクセスできるので、意外と整備性はいいです。ついでなので、エアクリーナーもチェックしておきましょう。ボルトの本数が多いときは、電動ドライバーがとっても便利。エアクリーナーは、K&N に交換しています。まだまだ綺麗なので、大丈夫でしょう。クリーナーボックスの中は、どんな感じかな。虫が、数匹お亡くなりになってました。エアクリーナーボックス外しましょう。エアクリーナーボックスにつながっているホースやコネクタを外します。スロットルボディに固定しているビスを緩めます。そしてエアクリーナーボックスを外します。エアクリーナーボックスが外れました。ここまでは何度かやっているので問題なしです。エアクリーナーボックスを外すと、スロットルボディやイグニッションコイルにアクセスできます。スロットルボディが少し汚れてますね。スロットルボディに少しだけエンジンコンディショナーを吹きかけて、ウエスで拭いておきます。それでは、本題のプラグ交換やっていきます。最初にイグニッションコイルを抜きましょう。
なんかオイルで汚れてるけど、大丈夫なのかな？プラグレンチは、車載工具が一番ですね。なんか、締め付けが緩かった気がするけど、こんなもんなのかな？問題なしでしょうか？ NGK のイリジウム入れてました。交換するのは、NGK のノーマルタイプです。こっちの方がいいという人もいるので、比較のためノーマルに戻します。手で締め込んでから、2分の1回転します。同じ要領で、他の3本も交換。プラグ交換が終わったので、ちゃちゃっと元に戻します。コネクターやホースの付け忘れがないか、入念にチェックします。そして、チェックのためテスト走行に行きました。5キロほど走りましたが、なんとなく調子が良くなった気がします。馬力も3馬力ほど増えたような気がします。気がするだけだと思いますが。それでは、
エンジン始動しましょう。走行なバイクなので、絶好調ではないと思いますが、今のところ特に不具合はありません。このバイクの魅力は、やはり爆発的な加速ですね。本当に気持ちいい加速です。ハーレーは遅いけど、エンジンの鼓動が心地よいバイクですが、このハヤブサは、加速感が、とっても気持ちいいバイクです。なので、もう少し乗り続けたいです。350までスピードメーターが刻まれた希少なバイクですしね。今回も、最後までご視聴ありがとうございました。